ライトスタックセーフのテールレックククーシーフ,ファンクションテルレリカシシァョズということでえっとまあテールレックじゃないえ再帰関数をスタックセーフに書こうというやつですねでまあなんかさっきえっと黒崎さんですかねえの発表すごいなんかテクニカルでかっこよかったんですけどあと私の発表かなり何度かエモい感じになっているんであのまあ皆さんこリラックスしながら聞いていただければと思います、え。ー 私 M3 株式会社というところから来ました富岡といいます M3 は、えー、と一応スカラ祭りのスポンサーもやっていてスカラもやっているという,いう感じですねで、えーとまあ、最初に、まあ、これ皆さん共通認識だと思うんですけど「再、ま、起、あ」っていいですよねいけ <laughs> てますよね最近。大好き大好きじゃないですか私だけですかねあなんか <laughs> これがそうじゃないってなるともうなん,かなんでそんなことするんだみたいな話になっちゃうんですけどまあえっ、ー、とまあ皆さん再起は好きだと信じて、えー、進めると、えー、まあなんかこうリストとか再起、えー、的なこう構造になっててあなんかもうこれだけでこう飯が食えるみたいな,なんかそんな気持ちになってきますよね。でえっ、ー、とこれなんかファクトリアルですかね。えー、と会場の、えーと なんだろうまあ、会場の結果を返す関数なんですけど、えー、とこの構造とかすごい綺麗でこの会場って、まあ、n が0だった位置で n がそれより大きかったら n×1 個前の会場の結果だよねみたいなのが結構まん,なんかそのまんま関数の、えー、ボディーに現れててこうあいいなみたいな気持ちになってくると <laughs>。 でまあ、結構再帰関数ってこのどうやってその問題を解いているかっていうより、まあ、なんかそ,のそれは何なのかみたいなのを、まあ、なんかこんな感じでその定義みたいなのをそのまま書けるっていうところはまあちょっと美しいところじゃないかなと思いますと。でなんですけど、まあ、スタックオーバーフローっていう問題があって。 えとまあこれさっきのファクトとかをなんか無邪気になんだこれ10万とかで試そうとするとこうスタックオーバーフローになりますと。でえとまあ大体これまあなるからこうやろうねっていうふうに教えてくれるのがえーとテールレックえという最適化で,でこれはまあなんか最後えとプログラムの実行の最後のえと呼び出しも自分自身のえとプロなんだろう関数にするっていうふうにすると,えと最適化が行われてえスタックを消費しないで。 ループを回せるみたいな、えー、そういう最適化できますとでフォールドレフトとかはまあ綺麗にこうやって書けますねと、えー、これも大歓喜でえっ、ー、とまあちょっと、まあ、さっきのとちょっとファクトをもう一回書いてみようとすると、まあ、ちょっと素直にはそのまんま書けないのでこうなんかインナーループみたいなのを使ってでこの答えを記録しておくもう一個の引数みたいなところにこう なんだろう答えをどんどん,こうなんだろう進化するなんだろう全部足し合わせていって最後それを返すみたいな、えー、と感じにするとそうファクトも書けますねとでこれはまあまあ悪くないねとで、えー、とじゃあフィボナッチとかってありますよねあの1個前のやつと2個前のやつを足したやつっていうので。 えそれがフィボナッチ数列とかフィボナッチ数みたいな感じだと思うんですけどまあこの定義をそのまま書いた感じでまあこれ自体はすごい綺麗なんですけどえとこれはえスタックセーフではないですねと。でえとこれをスタックセーフに書こうとするとまあなんか,かんがん頑張ってやろうとした結果こうなったっていうのは前の2個を覚えておいてえ最終的にこうまあ2個目を返すみたいな。これ、まあ はうん、僕たちにはきれいに見えるみたいな、なんかそんな感じの、えー、っと、<laughs> FP プログラム、訓練された FP プログラマーであれば、まあ、きれいに見えるみたいな感じですね。じゃこう,いうこういう問題があったらどうするかと、で、これなんか、スタートからゴールまでの、えー、っとパスが何個あるかみたいな、えー、のを計算、まあなんか、プログラミングコンテストとかでありそうな問題ですけど、えー、っと、これをまあ考え方としては、ここまでの道と、ここまでの道、まあ、要するに上,上までの、 総数と左までの総数を足したらまあ右下になるよねっていうのを再適的に解いていけばできそうだねとでこれもやっぱり定義からしてすごいきれいで、えーっとまあ、スタートだったら1で、えー、なんだ枠外だったら0でそうじゃなかったら1個上と左のところを足し合わせるみたいなでこれもじゃあ、えー、っとスタックセーフじゃないんですけどこれむ無理だなみたいな。これ <laughs> これをちょっとビサイキで書くの厳しいなみたいな感じになってくると。でこれは辛いんですけど何、えー、でこうなるかっていうとビサイキって、えー、と最終的に自分と同じ関数を呼び出さなきゃいけないんで、えーとたまあ、さっきフィボナッチの場合はちょ偶然うまくいってるんですけどこんな感じでこう2つの、えー、と結果に依存したりとかすると、まあ、ちょっと書きづらいというか、えー、と厳しくなってくると。でなんですけどこれも、まあ、よく見てみると,、えーとまあ、なんか。 前の2つの結果に依存,依存してるなんかそれを合成するみたいなこうなんかおこの辺のこう文字って「あモナドだ」みたいな <laughs> 見えてきますよね「モナドに見えてきた」みたいな感じになってきてで、えー、とこれまあちょっとあのなんだっけ、えー、とタグレースファイナルですかね、まあ、ちょっとモナドの、えー、インスタンスは何かっていうのを置いておいて、まあ、さっきと同じような感じでまあいなんだ0だったら1で。 えー、枠外だったらゼロで、えーまあ、なんかこの辺はなんか前の2つを足すみたいなのが、まあ、ちょっと方式とかちょっとノイズは入ってますけど、えー、と割とこう問題をうまく表してる感じで書けるんじゃないかなと思いますでこういうふうに書け直せるんですけどこれ,これ自体は美しいんですけど、まあ、もちろん、えー、とこれだけではスタックセーフじゃないですねとで、まあ、じゃあこれからどうしようとでこ,れかこれをスタックセーフにしていこうという話なんですけどここで、えー、と出てくるのがこうトランポリンと。 えいうまあテクニックがあって、えー、それを今回は紹介しますと。でトランポリンって何かっていうとえー、っとごめんなさいちょっとこっちにしか映ってなくてこれを見ながらなんですけどえー、っとなんだえー、なんか3クを返す関数をループでこう回していくみたいなことが書いてありますと。で何っていうか多分分かんないと思うのでこうイメージこんな感じですねと。 こう最終的に値になる何かなんですけどこれはまあ何かをと何かを足した結果がこれになってるかもしれないし何かと何かを足した結果を何かかけたらこれになってるかもしれないみたいな、まあ、中身がどういうツリーになってるかよく分かんないみたいな、えー、とイメージですねでこれをまあ1個実行してみようとでそうするとちょっと進むといい一番最初の値は1でそれになんかもう1個足したやつをかけた結果だねみたいなだったらもう1回回して。 っていうふうふに、まあ、なんかどんどん回していくと最終的にこう最,最後の値が出てくるみたいな、えー、っていうのをループで書いたら、えー、なんだ、まつび細菌、テールレックで書けるというような話ですね、トランポリンとで、えーっと、これ、よくあるパターンで、えーっとまあ、キャッツとかにもあるんですけども、もエヴァルとかっていうので、えーっと なんだエヴァルの中身は2種類あって、えーまあ、ピュアな値かもしくは何か,かの値の結果とを使って何か計算した結果みたいな、えー、この2種類の値が入っていますと。であこれ説明ですね。でこれを何、えーまあ、かうまいことを、えー、評価するとで1個ずつ評価するみたいな感じですね。まあ、なんか1個評価してじゃ次の 一個評価して次のにバルって感じで、えー、となんかたまってるこう関数のリストみたいなのをこうちょっとずつ減らしていってだんだん簡約化していくみたいな、えー、と思想でやっていっていてでこれはなんとこうテールレックにできるんですねこの、えー、と実行する、えー、メソッドは。で でそうするとまあなんかいろいろできるんですけどまあこれちょっとオプショナルとしてこうメモアイズとか、まあ、さっきの問題だと使ったいた方がいいのでまあなんかこの辺は、えーとまあ、ステトート T とかで作っておいてえっ、ー、とまあさっきの問題ですねでこ,、えー、あこれあんま変わってないけどあ,あ,あんま変わってないですねあ、まあ、メモアイズだけ入ってるメモアイズしてでこの中身は変わってないんですけどここにこの F でモなど何かっていうのを、えー、と最初指定してなかったんですけど いやあこれ、あ、はい。えーっ,とえー、っと、ID モナドを使うと、多分最初と、まあ、なんだろう、モナドじゃないバージョンと,、えー、っと一緒で、まあ、普通に、えー、なんだ、スタックオーバーフローが起きますと。で、これ、さっきのエヴァルを使ってみるとどうなるかっていうと、この結果が返ってくるんですね。この、さっきの問題、なんか、えー、っと、右下に行くまでに何個パスがあるかっていうのは千1000個かけ1000個。 の,えっと、マスの中で右下に行くまでのパスはこれだけありますとでこれも合ってるかどうか全然わかんないですけど <laughs> とりあえずスタックセーフなので、まあ、ここまで計算することができましたとやったねみたいなこれでもう FP プログラムは大歓喜でえー、っとじゃあ同じような要領で、えー、っとフォールドライトとかってまあ普通に書いたら、えー、っとスタックセーフには書けないんですけど、まあ、これもエヴァルで書いたらいいんじゃなかろうかとでこうやってこうなんかいい感じに書くわけですね。 で,そんで、えー、やろうとすると、いきなりスタックオーバーフローが出てくると。あれ、エヴァルだとならないはずがみたいな、<laughs> これはもうや,や,やばいみたいな感じなんですけど、えー、っと、まあ、これよく見,て見ると、この、そもそもエヴァルをこう構築する時点で、えー、あなんか、ネストが深くなってて、えースタッもうこう、実行する前にスタックオーバーフローになってしまうと。でこういういのを防ぐために えとよくあるのが、ディファーとか、なんか、レイターとか、なんかわかんないけど、ちょっと実行遅延させるよみたいなえとやつを用意しておいて、それで、最初に構築する際のえリストを全部そうなめるようなこうえ再起を回避しておくと、そうしておくと、スタックセーフになって、そいう1から1万までのえフォールドライトもこうちゃんと値が返ってくると。 やったねと。やった、スタックセーフ。で、えー、まとめですと。で、えっ、ー、と、まあ、再帰関数、美しいですよねと。えっ、ー、と、まあ、再帰関数で書くと、えっ、ー、と、それがどうやって解かれるのかっていうよりも、まあ、なんであるかみたいなのが、えっ、ー、と、書かれていて、えっ、ー、と、問題を理解しやすいですねと。で えとまあ、素直に使うとスタックオーバーフローになるようなシチュエーションでも、えー、とトランポリンのテクニックを使うとスタックセーフに、えー、とかけて素晴らしいですねと <laughs>、えー。以上ですありがとうございました。